おはようございます。おはようございます。おはようか。パープルアイさくらたん、大君大好き、西武ドームお魚柄の人、さっちゃん、からあげくんごんすけおし、マーコポン、カルポンチのあかりちゃん、かずきち、ちゃちゃ、北海道のつゆのおじさん、ドナルド、ひろあい、あらいっぺキッチン、西武ドーム、すてき台湾、きゅうおた、パルク、キラキラキラ、おはようございます。広島県出身21歳のゆっぺこと藤本彩香です。寝起きです。こんにちは、おはようございます。メイクしてないですが、まあ後ろに光があるのでいいことにしておきましょう。おはようございます。ガチメガネですね、これは。55分までやったら終わります。頭がよく見える、本当ですか。目めっちゃ悪いです。目がすごく悪くて悪いですね。おはよう。この配信で3回300回目の視聴です。ありがとうございます。 TikTok 見たよ、ありがとうございます。知的に見えます、ありがとうございます。公園ではコンタクト、公園ではコンタクトです。メガネ姿初めて見て、本当ですか。でもあんま度が合ってなくなってきて、最初合ってたんですけど最近度が合わなくなってしまったので、何のチキン、そう全然もったりしなかったですね。やっぱりヨーグルト食べておいたおかげですね。ヨーグルト食べてよかった。ヨーグルトは有能、そうヨーグルトは有能、まさしく。おはよう、おはよう。お、ふえっぴさんに会ってみたいかも、だって。会いに来てください。森圭さん、今度会いに来ます、会いに来てください。私に会いに来てください。そう、今握手会受付中です。昨日男子高校生がふっぴさんと同じマスクをしていたことになっていた。あら、 CD 開封中。生写真誰が出ますかね。早くふっぴに会いに来て、早く会いに来てください。来週大阪行くよ。おー、来てください。おはようございます、はじめまして。おはようございます、はじめまして。おはよう、みんな。昨日ぶりです、おはようだって。昨日ぶりです、おはようございます。今ちょうど、おー本当だね、今ちょうど1000人ですね。夜更かししなかった、夜更かししなかったっていうか、昨日あ、なんなんですか、
皆さんってお湯に何分ぐらい浸かりますか？私めっちゃのぼせやすい体質なのか知らないんですけど、めちゃくちゃシャワーだけでものぼせちゃうんですよね。めちゃくちゃ。そう、本当にね、めっちゃ昨日なんかめっちゃのぼせてゆっくり入りすぎてしまって、なんかすごいのぼせちゃって、なんかもう氷を食べましたもん。上がってから本当に、でもね、3分ぐらいしか疲れないからね、温泉とか行ってもあれなんですよね。温泉行っても1分とか2分とか行ったらもう死んでしまうんですよね。昨日もね、なんかちょっといつもより長くだけ入っていたんですけど、めっちゃ頭クラクラしてきて、もう無理だと思って、そうそう、枕変わっても眠れるタイプですね。好きな YouTube 何？好きな YouTube？ 好きな YouTube か。なんだろうな。いっぱい好きだけどな。でも最近のずっと大好きなのはカジサックチャンネル、めっちゃ好き。お、フリッピの禁じられた二人綺麗だったって、ありがとうございます。誰と一緒にやってるやつかな。アムールデショコラ知ってますか？知ってるけど食べたことないよ。2月9日のキューブ館、ありがとうございます。でもね、大阪がやばいんですよ。かんちゃんか、かんちゃんかわいいよね。でもせんちゃんもめっちゃ好き。 YouTube でスキーホテルと検索したこと、でも死ぬほどありますね。藤本風花でも検索してください。和食麺どころ相模さんで、私 YouTube してるので。皆さんどうもこんにちは、ふっぴさんです。今日はこのメガネを紹介していきたいと思います。これはなんとかなんとか何番で、これはすごいいいやつですって、なんかやってみたいですね。チョコのイベントなの？そうなの？アムールデショコラってめっちゃ聞いたことあるから、なんか食べたことないけど聞いたことあると思ったらイベントらしいですね。わかんない。ふっぴさんのパーカーか。ふっぴさんのパーカー、今日はうさぎ、なんだっけこれ、ハニーシナモンやつ。タタ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 、古い足跡は、名古屋の高島屋のバレンタインは日本最大級とか。そうなの？そうなの？高島屋なんかおしゃれすぎて行けないよ。一回ぐらいしか行ったことないかも、名古屋に引っ越してきてから。あれあるかな、一回か二回だな。今年まだ公園入れてないだって。来てほしいな。普段からチョコ食べる、ホワイトチョコ食べれますね。苦いチョコめっちゃ嫌いなんですよね。ホワイトチョコしか食べれない。
ふいさんおはようだって。おはよう。駅で目の中、なんかさ、あれですね、高島屋は高級さんなんでね。さっきチョコで7万使ったって人がいて、そうなの、すごいね。チョコはブラックサンダーが一番美味しいな、間違いない。でもダースも好き。今日センター試験2日目ですね。もうきっとセンター試験の人たちは頑張っているんでしょうね。私の妹も頑張っていると思います。私がこんなフードをかぶっている間にも妹は頑張っていると思います。センター試験頑張ってください。ドキドキだね、センター試験なんて。なんか昨日見たら、ちょっと社会だっけ、なんだっけな、社会じゃないや、歴史だっけ、なんか難しくなってたやつもあるんでしょ。考えられないね。難しくしないでよって感じですね。センター雪降りがちね。はじめまして、先週入った。年代とか面白かったですって。気象予報士、本当に気象予報士なのかな。はじめまして。テストの失敗談は何かありますか？テストの失敗談？テストの失敗談、あれやったことありますね。あるあるだと思うんですけど、模試のマークでマークする列をずらして半分ぐらい全部ずれて合わなかった。感じがありましたね、一度。なんかでもセンターでそれやらなかったから良かったんですけど、マークする場所を一段ずらしてしまって、全部答え書くところでもあるあるだと思うんですけど、先生に何回もそれだけは気をつけなよって言われてやってしまったことがありますね。ミスさんいるの？ミスさんどこですか？あ、ミスさんおはよう。あ、ももたんおはようだっておはよう。11時からね、ももたんが始まるっぽいですよ。なんで私は55分に終わりますよ。これたらこみたいです、ですよね。今日はたらことして行きたいと思います、人生を。なんか知ってるかな、今の子たち。なんかたらこたらこたっぷりたらこたらこたらこたっぷりたらこがやってくる、たらこたらこぶつぶつたらこたらこたらこたっぷりたらこがやってくる、たらこたっぷりたっぷりたらこ。知らないよね。なんか昨日 NHK でめっちゃ懐かしい天才テレビくんのテレビをやってたんですけど、ももたんと全然分かち合えなくて、それも知らないんだっていう感じでした。ラムちゃんとか私めっちゃ好きだったんですけどね。時代は変わりゆくものですね。ミスさんとは懐かしいってなったんですけど、ももたんとはなんなかったのでね。ももたんはもう若い人ですよ。知ってますか、細田ラムちゃんとかめっちゃ好きだったんですよね。ということでランキングを読みたいと思います。13番リョーゴ45、12番ドロボー T シャツ、11番イノ、10番ハタ、9番気象予報士バタヤン兵庫県民、
8番パルク、7番ミヤン、6番ムーン、5番アッシー、今日の番は平野先生、キンありがとうございます。3番ユウキ、2番ヤマ、可愛すぎるふさわしい、1番キヨバチさんです、ありがとうございます。お、15分経過したのでちょうどいい、終わろうと思います。ありがとうございます。またできたらやります。2325人の方ありがとうございました。ギフトくださった方、コメントくださった方ありがとうございます。タラコでした。バイバイ。